東京アジア学友会。じゃあやりましょう。皆さんは前勉強したことがある文法を今から確認します。教室、そうです。彼は今どうですか？お腹が痛いんだよね。そしてちょっとここを読んでください。レムさん、大きい声。そうです。そして彼女は何と答えましたか？ポンさん、読んで。 OK、 大丈夫。はい。そして彼はトイレへ行きました。彼が教室にいませんから先生は心配だよね。そして先生は皆さんに何と聞きますか？今彼は何と聞きますか？先生は皆さんに、あれ、彼は今どこにいますか？そうそう、どうしたんですか？その時彼女は知っていますから先生に教えます。何と言いますか？皆さんで言ってください。彼女は、せーの、先生、 A さんはトイレへ行くと言っていました。はい。じゃあもう一つ、今ここに2人の男の人がいます。 B さんと C さんにしましょう。C さんはタバコを買いたいです。今ここに A さんがいませんよね。ですからこの人は B さんにお願いします。読んでください。ジュンさん。あ、ちょっとタバコを売ってくる。買ってくる。買ってくる。A さんに言って。A さんに言って。そして B さんはいいよと言います。そしてここに A さんが来て、この人は何さん？ B さんです。はい。 B さんは A さんに教えてあげます。皆さんで、せーの、 C さんがタバコを買ってくると言っていたよ。はい。これ皆さんも前勉強しましたよね。覚えていますか？教えてあげる文法です。お願いするときは何と言いますか？伝えていただけませんか？そうです。お願いするときはちょっとタバコを買ってくると伝えていただけませんか？伝えてもらえないとお願いします。はい。ではこれ、お腹が痛いからトイレ行ってくる。先生に行って、先生に伝えていただけませんか？伝えてくれない、いただけませんかと言います。よく思い出してください。ここからここまでセットです。必ず一緒に使ってください。いい？聞いたことをそのまま伝えます。これが教えてあげるとき。ニュンさん、お願いするときは何だっけ？ここでお願いしたいとき。そうです。これを一緒に使います。覚えて、お願いして教えてあげるとき。はい。それじゃあ私が皆さんに言いますから、皆さんは誤算に教えてあげてください。皆さん明日テストがありますよ。皆さん明日テストがありますよ。それを誤算
教えてあげて。はい、せーの。ゾウさん、明日テストがあると言っていましたよ。そうです。じゃあ次、今ビッグさんがいないから、皆さんは伝えてあげてください。では言います。皆さん、明日は1時に学校が始まります。明日は1時に学校が始まります。伝えてください。せーの。ビッグさん、明日1時に学校が始まると言っていましたよ。そうです。